さて、続いてのソフトはこちらですぞ。違うわアホ。これどこに入れんねんプレステのお前。あらら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 。あららら、出た出た。おった彼女ですぞ。何を言うと、ゾウ言うな。僕の彼女ですぞ。ゾウ言うな。またやんのかお前は。またやんのかお前は。見たないねん。お前のキスは。優しいキス、優しいキスをすな、小鳥キスをすな、お前。以前は、これだけだったんですぞ。何がいな。キスの種類も。おうおうおう、変わったんですぞ。変わったんか。うん。もうええ。そのアメリカンキスええよ、もうそんな。モーテルキスはええねん。何を言うとんねん、お前。いろいろ覚えたんですぞ。お前、全然でけへんあんちゃんやん、これ。ということで。置くな、言うねん、そこに。出してへん。出してへん、こんなゲーム。何や、ゲームは。こちらです。どどん。グランツーリスモプローグ。ああ、そんなんでしたな。プローグ。まあ、どんな感じかいうの持っちゃうね、これビャッてやってて、はい、頼むよ。これね、バチャッてやってよ、頼むよ、うん、せーの、タカタン。そう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 、はい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 、ようできたね、4回目にしてようできた、ね、まああの、モータということで、モテるオタク言うてたね、シャウトしてましたね、オタクの中では一番モテると言うてたね、まさにその通りでございます。私、オタクの中で一番モテます。はい、ああ、コーチの特訓。そうや、俺これ覚えてる。あの、いきなり俺になんかあれや、ハガキが来たんや。そう、あの柳原さんがゲーム下手すぎる言って、うん、ほんで、まあ、しょうがないね。俺がなんか、なんや、そんなの知らんがなみたいなこと言ったら、お前にあ、ほかーいってパチンとつかれてパチンとつかれて覚えてる。いただきました。うん、たまにね、あの、やることなかったらそっち行こうみたいなのがあるからね。バーッと叩かれて、何ですかじゃあ、ほかーって、まあ、で、まあ、わけのわからんコーチが、ちゃうキャラになっていって、これ何ですかキャラ、アイルトン・ヒライ・シューマッハって。いや、違うやん。ほんで、いざ始めたら、あんたそのキャラほっぽろかして、なんかメットが、なんかそのメットでしょ、あの赤いの、かぶってました、かぶって、なんか行くぞみたいな、なんかつなぎ着て、でもあのメットかぶれずに上にずっと乗ってたみたいな。頭がでかいから。これなんですか、アイスダブル。だからそのメットが乗ったサマーがアイスダブルみたいになってたっていうことですよ。あ、バニラとイチゴみたいな。そう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 、ちょっとこれ見ましょうよ。僕どんなキャラやったか自分でも把握してないんですよ。じゃあ後半の方ね、後半の方見ていきましょう。いいよ、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 うん、車信じよう、車信じて、うん、そうそうそう、車信じよう、大丈夫、大丈夫、うん、車信じてない、信じてない、信じよう、信じよう、どうした、どうした、そんなんじゃなかったぞ、お前どうした、あの、喋りムカつくんだ、喋りムカつくんです。そっか、それは先生もな、盲点やな。さあ、それでは、コーチ早速頑張っ、誰やねんお前、何やねんそれ、宗像ですぞ、どこがやねん、言うとくわお前、宗像コーチな、ジャージ入れへん、中入れへんねん、そんな、あらららららら、うわ、うっと、見た目もこう普通に戻りましたけども。はい、お帰りなさい。なぜこうなったか、はい、この辺りでちょっと気づくんですね。何に、小細工しても無駄やと。もうさ、見た目云々じゃないと、そのしょうないキャラでね、はい、笑いを取るんじゃなくて、うん、ゲームの中で真剣にやることによって素晴らしいコントが生まれるんだということに分かったわけですね。神様はそこに降りてくのね。そうなんですよ。そして、あの素晴らしいコントが出来上がった名作、はい、こちらでございます。ドン、モンスターハンター。前編後編と、はい、第10回第11回とこうね続いてるわけです。はい、はい、キム、ちょっとこれめぐってちょ。さあ、どんなトピックスがありますか。どうぞ。だからあーんと、あ、はい、まあこのゲームがどれだけ面白いかっていうのがここに出ておりますね。そうや、そうや、嫌い、彼女に振られる、出た、やりましたね。なんで振られたか言ったら、もちろんモンスターハンターです。なんか言うてたね、うん、やりすぎて
ゲームと私とどっちが大事なのみたいなこと言われて、まあまあゲームやってるね。ほんで私ちょうどこの8回でね、はい、モテるオタクと偉そうに言うとりましたね、はい、言うとりましたね。この辺ラブラブやったんです。なるほど。彼女と調子乗ってたんですね。あのね、言っとけばめっさ可愛いよ。え、いやいや、あの連れて歩いてたらみんな振り返んのよ。でもこれ言ってるだけやからな、言うのはな、ただやからな。いやいや、ほんまめっさ可愛いのよ。いやいや、そんなでも振られたら一緒ですよ。うん、まあまあまあな。そんなの振られたけど、この辺はもう完全にガッチリ付き合ってたからな。一緒に風呂入ったりとかしてたから。そんな聞きたないねん。めっちゃ、あ、ゆえにのあのキスやったよね。いや、そやで、あれはもう完全にあの考えとか言うな、出すな。いやいや、ほんますごい。出すな、名前を。これスターウォーズみたいな始まりですね。ほんまやね、毎回言うとるな。このモンスターハンターをやって私、うん、彼女に振られました。最悪や、最悪や。とうとう来た、そんな駅に。昨日振られました。マジバラです。なんてタイムリーな。俺は狩人や。そりゃそうですよ。ある種狩られたけどね。こういう時テンション上がっとるね、平井君。いや、でも悲しいけどね。悲しいけどね。うん、まああの柳原が肉全然焼けへんっていうシーンもあるんですか、はいはいはい、これ。まあまあまあ、なんなんこのお肉焼くのにこだわってたんは。いや、なんかね、やっぱり焼けたら言うてくれるやん。上手に焼けましたって言うてくれますね。 CM でもずっとやってたし、うん、てみんなガンガン焼くのよ、うん、キムもオズマもマネージャーも、うんうん、誰もが綺麗に焼けんのに、俺だけツンとこパンパンピンロントンとこツンとこタンランツーヘッドコトコツンツッツンツッツカタカツンタンタンって生焼けみたいなとか、焦げすぎとか、あ、ここやっていうのが分からへんのよね。うーん、これこれこれ分かるか。これ全然見えへん。見えへん。焼き加減全然見えへん。これ視点変えても、あー残念。何してよ、俺のせっかくの肉、お前すっとんいになってもうたやないか。あ、ここで出るやん、すっとんいね。俺が言うてんねん、ここやそのすっとんいは。あとね、気になるのが、うん、ヤンクック戦の柳原すごい表情っていう。これなんや、どういうこっちゃろ。多分すごい表情でしょ。待ってくれー、おい来たよ。わかった、ダメだ。めっちゃやられてるやん。来た、いきなりや。防御することも忘れんなよ。ほら、負けたい。 R1 で防御やから。キレキレ。頑張れ柳原。早く柳原君すごい表情してるね。生まれて初めてゲームやったみたいな顔してたな今。力力グー入ってた。あー、ちょっと恥ずかしいね今のね。いや、ほんとね、最高のコントを生んでくれた。ほんとこれモンスターハンター素晴らしかったですね、これね。素晴らしいゲーム、うん、しゃー、死ねえこれ。なんで肉やねん。なんぼ余裕あんねん。なんぼ余裕あんねん。おー、焼けてる。肉が焼けてる。あー、やめてよ。